梅雨時期にもう湿気で髪の毛がうねったりパサパサになる方、この方法を試してみてください。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は梅雨の時期におすすめのスタイリング方法をご紹介していきます。これからの季節ね、もう湿気でジメジメで髪の毛がね、こうパサついたりとか広がったりとか、うねりが出たりする方も結構多いかと思います。そんな方におすすめの方法になります。なのでいつもやっているスタイリング方法に少し付け加えるだけで、結構ね、1日髪の毛が長持ちしたりとか綺麗に保てるようになりますので、ぜひ皆さんこれからの季節お試しになってみてください。それでは早速動画をどうぞ。ではやっていきます。まずもう朝起きた状態、寝癖だったりとかで、ね、結構髪の毛が広がったりとかね、乾燥してる状態、ここでまずは最初にブラシで溶かしていきます。で、溶かす時に根元から溶かしてしまうと切れ毛の原因だったりとかするので、髪の毛のね、キューティクルをしっかりと整えないといけないので、毛先の部分から優しく溶かしていきます。で、優しく優しく溶かしていって、徐々に徐々に上まで持っていきます。で、しっかりと溶けたら OK です。で、次に水で髪の毛を濡らしていきます。なるべくね、全体的に濡らすのをおすすめします。で、濡らしたらまたブラシでしっかりとね、均等に水を振動させていきます。洗い流さないトリートメントですね。個人的にはミルクタイプの方がいいかなと思いますので、それを取って毛先の方からつけていきます。この時にね、しっかりとまんべんなくつけるようにしてください。結構これしっかりやることによってかなりね、うねりだったりとかが抑えれます。で、つけたらまたブラシでちょっとね、均等に伸ばしていきます。このブラシ結構重要なので、しっかりとね、溶かすようにしてください。次にドライヤーで乾かしていきます。なるべく乾かすのは上から下に向かってドライヤーの風を当ててください。で、乾かし終わったらちょっとね、髪の毛のダメージがすごく気になる方に関しては、こういったツインブラシを使ってブローでやっていきます。この方がやっぱりダメージは結構抑えれます。なんですけど、個人的には結構ね、その一日長持ちさせたいっていうのであれば、まあアイロンを使っていった方がいいかなと思いますので、今回はアイロンを使っていきます。で、本来ならもう全体入れた方がやっぱり長持ちするんですけど、やっぱりね、いつもご自身で気になるところってあると思いますので、そこを結構中心に入れていった方がいいかなと思います。例えば、まあ表面の部分が気になる方に関しては、まあ表面を結構しっかり入れるっていうようなイメージです。で、できればね、アイロンの温度もまあ低め、160度とか140度ぐらいでやる方がいいかなと思います。で、実際にアイロンを入れていきます。まあ中のうねりとかもね、気になる方もいらっしゃるかなと思いますんで、まあ中の部分も今回はちょっと入れていきます。なるべくしっかりと伸ばすように、で、全体に入れていきます。入れ方に関してはもうご自身のやりやすいようで結構ですので、もう癖が伸びれば、綺麗にツヤが出れば全然 OK です。で、全体にアイロンが入れ終わった状態です。で、そこでもう一度ミルクね、洗い流さないトリートメントをつけていきます。こういったトリートメントだったりとかを何回もね、やっぱ重ね塗りをすることによって、湿気によるね、水分を中に入れないようにしていきます。で、またブラシで今つけたトリートメントを全体に浸透させていきます。で、最後に僕の仕上げなんですけど、ハードスプレーです。
で、それを串だったりとかにちょっとつけます、こうやって。で、つけたのを髪の毛になぞっていくっていうような状態です。で、これをすることによって表面の毛羽立ちだったりとかがかなり収まってくれます。で、プラスして髪の毛のコーティングもしてくれるので、ね、湿気だったりとか雨だったりとかを多少なりともガードしてくれるので、これが最後の総仕上げっていう感じです。もちろんね、スプレーそのままこうつけてもらっても全然いいんですけど、一箇所に結構つけがちだったりもするので、なるべくまんべんなくつけたいので、こういうね、節につけて溶かしてあげる。もうこうすることによって髪の毛がむちゃくちゃ綺麗に見えて、で、なおかつ湿気を抑えれます。こう溶かしながらやることによって、そんなにね、もうバリッとも固まらないので、結構しっかりとやってもらってもいいかなと思います。結構それでね、毛羽立ちだったりとか髪の毛がこう潤って見えたら、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ちょっとね、ステップ工程は結構多いんですけれども、これをね、ちゃんとやっていくことによって、髪の毛のキューティクルがしっかりと整って、髪の毛も潤いが出て、で、なおかつね、湿気だったりとかでこう広がらないような髪の毛になります。で、実際ね、やっぱもう今からの梅雨の季節ってあまり巻いたりとかしても結構取れちゃうかなと思いますので、できればまあストレートの状態、もしくはこの状態からヘアアレンジをすると髪の毛もカラーに綺麗に見えたりもしますので、ぜひね、この方法試してみてください。次回はこの湿気だったりとかね、もう梅雨の時期に合うヘアアレンジもご紹介していこうと思いますので、合わせてね、次回もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。